はいどうもレイトです。さあ本日は岐阜県可児市に来ております。今日行く店はね、丸亀製麺です。はい、チェーン店なんですけども、なんで来たかというと、今この期間限定で TOKIO の松岡くんが考案した俺たちの豚汁うどんっていうね、うどんがあるんですよ。これはね、豚汁屋のオーナーとしては行くしかないということで今日はやってきました。それでは向かいましょう。レッツゴー。はい、僕が来たのは丸亀製麺のカニ店です。よし、入っていきましょう。ありました、いろいろありますけども、これ俺たちの豚汁うどんいいですね。いただきます。俺たちの豚汁うどん、豚汁だけど豚汁じゃない、コクと旨味がたっぷり詰まった特製味噌だし、めっちゃうまそう。さあ来ました、俺たちの豚汁うどんと、あともう一つ頼んだのは親子丼です。いやうまそう。いただきます。はい、ではいただきます。まず豚汁うどんから。あーいいね、香ばしい味噌の香りがします。長い。いただきます。あ、うまっ。確かに豚汁だけど豚汁じゃない。ちょっと出汁の味を確かめますね。ちょっとねピリ辛で、よく家で食べる豚汁とうどんのね、カツオの出汁かなが上手に混ざってて美味しい。よく食べる豚汁の味ではないですね、うん、本当にねうどんに合うように作られた出汁って感じがします。うん、うまっ。じゃあちょっと親子丼もいただきます。親子丼いただきます。うん、出汁が濃くて美味しいですね。丸亀製麺の親子丼初めて食ったんですけど、結構濃いめの味でね、男性が好きそうな味です。うん、結構ね、この豚汁うどん具もねたくさん入っててね、嬉しいですね。いや美味しいですよ、俺たちの豚汁うどん。もう食べてみた感じね、多分ね豆板醤使ってるんですよ。こんなに豚汁と豆板醤って合うんだなってね、ちょっとびっくりしてます。だから僕もね、今度ね豚汁屋やるときに豆板醤のトッピングもありなのかなって感じました。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかった。でね、こちら丸亀製麺の技と TOKIO の力、作りたかったのは最高にうどんに合う豚汁ということで、各地の味噌を厳選、濃厚な特製味噌だし、うどんとの相性を考え、松岡さん自ら各地の味噌を研究し複数の味噌をブレンド、その味わいは濃厚でコク深く旨味たっぷりで、豊富な具材と相性抜群、まさに俺たちの豚汁うどんのために誕生した他にはない丸亀製麺だけの味わいが誕生しました。でこれ相性抜群、もちもち食感の釜抜きうどん、特製味噌だしに合う茹でたてもちもちの食感を楽しんでいただくために、茹で釜から直接丼に麺を入れる釜抜きうどんを使用、すするたびに濃厚な味わいが絡みつく打ちたてのうどんをご堪能くださいということで、本当にこだわって作られたうどんらしいです。見てください、このねお二人の笑顔、いや素晴らしい。はい、うまかったですね、俺たちの豚汁うどん。まあね、この豚汁うどんも美味しかったんですけど、丸亀製麺のうどん自体はね、本当にどのメニューも美味しいので、ぜひ皆さんも来てみてください。僕のチャンネルはこのように岐阜のグルメや岐阜のスポットを紹介しております。今日はね丸亀製麺でしたけども、まあ、全国にあるお店ということで、この僕の動画の視聴者さんで岐阜県外で住んでる方もね、ぜひ食べに行ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。